Roshi, lei è l'83° patriarca dello Zen Rinzai, abate del monastero Myoshinji. Da quanti anni viene in Europa? Zen no Shido Ariwa Koryu no Tame ni Europa ni kite kara 32 ni narimasu. Maestro, io so che lei viene in Europa anche per lo scambio interreligioso. Ci può spiegare l'importanza di questo dialogo, per favore? 私の場合にこの禅の指導ということよりも交流のためにカソリックの修道院と交流をするという一つの大きな役割が一つの流れがありますが、その他に、バチカンの法王様になられたポーランド出身のヨハネ・パウロ2世の法王になられた時に、我々がヨーロッパに来た時に修道院に入っていただいて交流していただいて結構ですということになったのであります。それがまあ大きなきっかけでありますが、その後にパウロ2世はまたイタリアのアッシージ、フランチェスコの聖地であるアッシージで世界の宗教者による平和の祈りの集会を今から24年前にされました。それが大きな宗教者による世界の平和の祈りにつながっておりますので、私はその集いにも参加しておりますので、年に霊性交流の修道院の交流並びに平和の祈りの集いに参加をする、そういう2つの大きな仕事あるいは自分の務めというものが現在に至っているのであります。Maestro, lei ci ha appena spiegato che viene in Europa per il dialogo interreligioso, ma viene anche per diffondere lo Zen. Così vorrei chiederle, in Europa molte persone hanno letto libri sullo Zen. C'è differenza tra la cultura Zen e la pratica dello Zen? Zen の教えには体験、すなわち自分の身体を使って経験すること。これが禅の修行者にとって最も重要なことであります。単なる学問、哲学、思想だけに終わるのは、これは文化であり学問であり思想になってしまいます。でも実際禅を体験して自分のものにするには経験をしなければなりません。これが非常に大切なことであります。Alcune persone pensano che lo Zen sia solamente giapponese, ma lo Zen può aiutare tutti gli esseri umani. In che modo? 人間がこの世に生まれてきて、最も人間らしくなるということが必要であります。そうなると人間はあらゆるところであらゆる国のあらゆる人が目覚めるようにしていかなきゃならない。それが禅 ZEN であります。だから自分が自分として正しい自分に目覚めて生きていく、これが禅の教えといえば教えでありますので、みんな全ての人類に大切なのは当たり前のことであり、これが自然なことであります。これが今アメリカ
ヨーロッパの人たちにも理解できてくるようになってきているのが現在の時代であります。だから決してインド、中国、日本だけのものではありません。マエストロ、in Giappone lei ha una importante scuola internazionale, si chiama International Kokusai Zendo, dove vengono persone di tutte le razze senza nessuna preclusione di religione né di altro genere. Cosa cercano da lei queste persone? 今私がやっております敵新宿、うん、京都国際禅堂は、うん、まさにインターナショナルの禅修行道場でありますが、これはアメリカあるいはヨーロッパの人たち、宗教を超えて文化すべての国の人たちのそういうあらゆる難関を越えて人間とは何かを本当に生きがいのあるそういうものを探したい、そういう人たちが禅に求めて修行にやってきます。だからそこが大切なことで、禅の持つ国際性というのは大きな開かれた人間のための、しかも人種、国家、性別、若い、年寄り、そういうものを超えたところに受け入れをしておるのであります。Oggi in Europa molte persone parlano di meditazione. Per esempio si avvicinano molto allo yoga o altre forme simili. C'è differenza con lo Zen e possiamo parlare di meditazione Zen? È una cosa ferma questa meditazione? O ci può aiutare nella vita di tutti i giorni? 大切なところは、単なるメディテーションではありません。禅はメディテーションのもっと奥の深いところに自分に打ち勝つ、自分を強い、この自分の心に負けないようなストロング、いわゆる強い心を持つために、単なるメディテイトではそれは届きません。だから体を使って鍛えて、そして肉体と精神を非常に正しく強く、しかもこの社会の皆様方に役立つ精神性というものを見つけ、自覚してこなきゃならない。そこが禅。だから単なるスポーツ、ヨガ的なメディテーションと一緒にしてもらってはいけないと思いますね。禅の場合にはもっと違った意味で人間を極める、自己を見つめる、そのために厳しい修行、そのために体験を重ねて、やっぱり自分に向かって努めていかなきゃならない、極めていかなきゃならない、すなわち自己を見つめるということが大切なことであります。自己を見つめるということは、自分はこれでいいかどうか、私はこれでいいかどうかをはっきりさすということであります。マエストロ、anche quest'anno lei è venuto in Europa, adesso siamo in Italia.Sul Monte Soratte per dirigere un ritiro intensivo di Zen. Lei viene in Germania, in Belgio, in Francia, in Olanda, ha insegnato in Messico, in tutto il mondo. La ringraziamo molto per lo sforzo che sta compiendo e speriamo che voglia continuare ad aiutarci. 私は皆様方が禅の道に求めておられるその熱心な心によって、私は皆様方と接心をしておるのであります。だから本当言えば、禅人はティーチャーというよりも、皆様方が求めておられるその心に向かって、
私も一緒に禅の一人の人間として共に修行し、共に体験を続けておる。そのことは最も重要なことであり、喜んでやっておるわけであります。だから、そういう時代が来ておるということは、日本の文化、そして日本の武道の精神、そういうものが今日本の心としてヨーロッパにも伝わってきております。これは事実だと思います。ところが日本の武道の中には単なる技術技だけを学むのではなく、その技の奥にある深い人間性、人間の品格、人間の人格をそこで作り上げていく、これが日本の武道であり、日本の最も大きな文化の特徴であると思います。その基本が禅の精神性、禅のスピリチュアリティ、それが問われておる。それが現在来ておると思います。ringraziamo molto. Grazie di questa intervista.